このビデオでは、XYZ と RGB 値を XYZ フォーマットの天群の列にマッピングする例をいくつか紹介します。フォーマット変換ダイアログを使用して、XYZ と RGB 値を天群ファイルの列にマップします。ポイントの2位の値は、XYZ ファイルの2位の列から読み込まれます。最初の例は、7列あるファイルのインポートです。最初の3列が、 xyz の座標を示します。4列目は255より大きい値を持っています。rgb 値は0から255の整数になるため、この列は rgb 値を含んでいないことがわかります。試しに rgb 値を4番目、5番目と6番目の列にその順番マップし、ファイルをインポートしてみます。すると、 天群オブジェクト全体が赤くなってしまっていることから結果が不正確であることが見るとわかります。今回は RGB 値を5番目、6番、7番目の列にマップしてファイルをもう一度インポートしてみます。結果は正しい色になりました。 次の例では7列です。しかしこの場合、0から255の値が4列目と7列目にあります。このため、この時点ではどの列を使ってよいか決めることはできません。もちろんファイルを提供したコンサルタントに聞くこともできますが、最後の手段としてテキストファイルである xyz のファイルをテキストエディターで開いて、 他の列の値を見てみることができます。そうすると、26列目の4番目の列の値が255を上回っているのがわかります。このため、RGB 値を5番目、6番目、そして7番目に順番にマップする必要があると判断することができます。そして、点群ファイルがこれらの設定とインポートされると、 オブジェクトは適切な色を示しています。インポートプロセスに関するさらに詳細については他のクリップをご覧ください。